録画を開始しています。この音、これを使用する、ちょっと待ってください。これにチェックを入れると、スカイプの場合相手の声だけが録音できるようになります。これを外すと自分の声しか録音できないようになります。今ショートカットキーというのがあるのですが、12ですが、これを12を押すと録音が停止したり開始したりするという意味です。まああとは特にないので一回戻します。ビデオの形式は、最初にこのハンディカムをインストールした時のままの状態です。このコーデック MPEG-1 というのがどうも古いタイプのものなんで、そんなに綺麗には撮れないのかなとは思っているんですが、お願いします。で、今日の記事についてなんですが、過去の記事を載せてみました。下の記事は2008年2月5日火曜日の記事です。で、今日現在、日曜日、今日は火曜日なんですが、2010年の3月16日の火曜日です。で、日曜日は、まだサンデージャポンというのはやっています。特に理由がないのですが、デーブさんの、コメントを聞くために録画するということはしていません。周りがあまりにも騒ぎすぎるので、デーブさんが話しているところがすごく短いので、サンデージャポンぐらい、サンデージャポンはあまり見なくなりました。新婚さんいらっしゃいも、録音はしていますが、本当に美人な人というのは少なくなったような感じがします。行列ができる法律の内緒はよく、新助さんのトークが面白いのでよく見ています。月曜日も世界丸見えは、そんなに見なくなりました。楠田恵理子さんが辞めてしまってからは見なくなりました。惜しいです。前は見ていたんですが、もう今はやっていません。これは特に終了してしまいました。水曜日の特ダネもデーブさんが出ているんですが、そんなに録画しなくなりました。使っている DVD レコーダーは東芝製の RDX6 という機種なんですが、これだともう一台 DVD レコーダーを使っています。ソニー製の PSX というやつなんですが、気に入っているコメンテーターが出ているところだけ再生するんだったら PSX の方が動作が早いので適しているかなと思っています。グラナドももう特に終わってしまいましたし、テレビチャンピオンも終わってしまいました。この回はやっぱり面白かったです。本当にやっとタワーができてよかったという感じでした。決勝だったんですが、もう一人の人はもう相手に優勝してくれというような感じの表情をしていました。まだ、二人の食卓をやっています。そういえば二人の食卓は意外に長くやってるのだなと思いました。といったところです。